タランの仲間は私が捕まえたよ。返してほしければ今すぐ国に帰んな。人質になっちまった。どうか助けてくれ。はい、見ていけ。やった。母ちゃん、思いっきり暴れてやれ。他の奴らはわしが引き受ける。紛争は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。今は本気だ。なんとかしてくれ。うまくいきそう。あれ、これでいいかな。あれ、もう終わり。ならよかった。その勢い誰にも止められますまい。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。対処法を知っているかも。何？毒沼の対処法を知りたいと。では毒性を薄める薬を一人分お渡ししよう。もっと欲しければ出し大王に頼むといい。奴の薬なら毒を無効にできるだろう。ご活躍。
そ敵の要所を叩く。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。したいのは山々だが、だって前に進めない。南中の兵は毒沼を平気で歩いていますね。指揮官が何か秘密を握っているのでは。出汁大王から薬をもらったぜ。毒を無効化するすげえ奴らしい。おお、これで毒沼も安心して渡れるな。早速みんなに配れ。あれ、もう終わり？ならよかった。この先にいる投降兵の弱点は火とのこと。火矢を作れば容易に破れるでしょう。火矢を大量に作るには材料が必要です。急ぎ集めなければなりませんね。この先にいる火矢を耐え、矢なら余っています。火矢を大量に作ることができました。これで投降兵にも対抗できるはずです。
くいったみたいです。なかなかの実力を持っていますね。防御体制を取るのだ。かなり強くない？もしかして真の三国武装ってやつ？総攻兵は刀も矢も通さず水にも強い。貴様らの命もここまでだ。仲間が頑張って戦ってんだ。わしも負けてられねえ。よし、エイツエ様からいただいたヒアを張るで。うわー、鎧が燃えちまう。仲間を守ってやれなかった。コツコツコツ、すまねえ。見ていけ。東方兵がやられちまうとは。畜生、これが将軍の力か。敵将討ち取った。あれ、もう終わり？なかなかの実力を持っていますね。へえ、あんた意外とやるじゃん。南中兵の戦意を削ぐには最新兵器のトラ戦車が有効と見ました。トラ戦車隊を県内まで進ませます。道中を襲われないよう護衛が必要ですね。見ていて。余白虎だと。あんな恐ろしいものを壊すに限る。なんだあの虎、放っておいたらヤバそうだ。
実力を持っていますね。生き物見たことないぞ。どうもわしの可愛い家族だ。傷一つつけさせやしねえぞ。様に挑もうってのか？見つぶされていく！うまくいきそう。あれ？これでいいかな？もう象たちは守れねえ。どうか無事でいてくれ。撃ち取った。ジンペ、勇ましく力強い武だ。父上に一番似ているのは君かもしれないな。
ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。見ていて、全力だ。おい、目録大王の獣に何しやがれ。奴が大切に育ててんだ。勝手はさせねえ。様に挑もうってのか。見つぶされていく。うまくいきそう。あれ、これでいいかな。極楽大王、すまねえ。おめえの獣を守れなかった。よかった、猛獣が逃げていきます。これで戦わずに済みますね。猛獣どもが逃げただと。弱ったな、早く探しに行かねえと。うまくいったみたいです。その勢い、誰にも止められますまい。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。力強い武だ。父上に一番似ているのは君かもしれないな。様に挑もうってのか。見つぶされていく。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。うまくいきそう。あれ、これで液晶打ち取った。その勢い、誰にも止められますまい。ダメだ、どうあがいても勝てねえ。おめえたちの勝ちだ。貴様、ようやく大王を心配させられました。これで何ちゅうという輪がなりそうです。
比べでわしらが負けるなんざありえねえ。もういっぺん勝負しやがれ。なんちゅう王よ、勝負はすでについています。何と戦っても我らに勝てぬことはあなたが一番よく分かったはずです。し、我らにとってこれ以上の争いは無益です。ここは手を取り合い共に国を豊かにしませんか。なんだ、攻めてきたと思ったらわしらと仲間になりたいだと。おちょくるのもいい加減にしやがれ。私たちが南中を攻めたのはあなた方が義の還元に乗り職を脅かしていたからです。侵略の意図があったわけではありません。私たちは敵ではなく共に立つべき仲間、ご理解いただけませんか。ち、負けは負けだ。ここはおめえらの言う通りにしてやる。ただし腹から信用したわけじゃねえからな。わしらの仲間って言うんなら二度と攻め込んでくるんじゃねえぞ。ご理解感謝いたします。南中は無事に平定。次はいよいよ魏に攻め込む番だね。魏との戦いか。漢中を奪ったのが遠い昔に思えるな。あの時は親父も関羽殿も宝生殿もそして劉備殿もいたのに。ちょっとしんみりしないでよね。その人たちだってあんたが落ち込んでたら悲しいと思うし、みんなのためにも前向きに戦った方がよくない。我劉備の志叶える。劉備殿の志はこの馬毛騎も確かに受け継いでいる。その魂と我が正義の槍で非道なる義を討つ。私は父上と兄上の志を継ぎたいのです。だから何としても職を守り龍禅様の天下を実現します。私も精一杯戦います。軍神の子として恥じることのないように。ま、みんなそれぞれ思いはあるよね。だけど目標は一つだ。さあ力を合わせて魏を倒そう。劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられるとこれに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために。
兵たちはみんな義を倒そうって盛り上がってる。見てると俺たちまで燃えてくるぜ。熱い闘志に満ちているって感じだな。ああ、熱い闘志か。馬長殿もきっとそうおっしゃったに違いない。馬長、病で死んだ仲間、また減った。みんな、暗い顔しないでよ。和歌の分まで俺たちが燃えればいいじゃない。きっと和歌もそれを望んでるって。戦いましょう、馬長殿の分まで。これより北伐の準備を行います。我、義、攻める。義援殿、気持ちはわかるけど、準備も大事だよ。アタイの言う通りです。南中は制圧しましたが、まだ国内外でやるべきことが多くあります。それらを解決し、万全を期して出陣しなければなりません。しかし敵も我らの動きに気づくでしょう。時間をあまりかけぬよう皆で協力し分散して取り掛からねばなりませんね。一人で全ての問題に当たる必要はないと。ええ、北伐成功のため確実に任務を遂行してください。では皆様よろしくお願いします。